皆さんこんにちは、ももりんごです。今回はマッチングアプリで出会った彼プーさんとの2回目デートに行ってきたから、その話をしようと思います。じゃあ早速行ってみよう。前回の1回目デートは昼に会って米田コーヒーに行ったのね。で、お互いのこと話してサクッと解散って感じで順調に終わったのよ。それで次はどこ行く？何する？って LINE で話し合ってて、どうしようかなって思ってさ、まず外は暑いし室内で遊べるところがいいねって話になったので、今回の2回目はももりんごが場所調べて提案しようかなって思ってさ、どこにしよっかなーって悩んでたのよ。だからプーさんにはね、今回は任せてくれて大丈夫って男気あふれるモテ男風にカッコつけてみたんだけどね。で、映画、水族館、チームラボとかいろいろ悩んだ末、結果としてはジョイポリスに行くことにしたの。理由はももりんごがお台場まあまあ詳しいから案内できるかなって思ってさ。それで当日待ち合わせして、あ、どうもこんにちはって感じで合流したの。挨拶のよそよそしたどうにかならんのかなってくらいキョドキョドしちゃってたよね。とてもお台場をこれから案内できるような女とは思えないくらいに緊張してたと思う。で、その日のプーさんの服装はね、上はグレーっぽいシャツに、下は水色っぽいチノパンだったね。ももりんごはオレンジの T シャツワンピースみたいなの着てたから、今回は被りなしっていうことで、一安心した。付き合う前の男女の服装かぶりは、ほんと一気に気まずくなるからね。あー、でもね、どっちも全身自由コーデってところは、かぶってたかも。で、ジョイポリス到着して、夏休みシーズンだからか、結構混んでて、家族連れとか、友達同士とか、女子会とか、たくさん人いた。でね、まず着くなり、つぶつぶのアイス食べたいねーって話になって、乗り物とかイベントどうのよりも先にアイスを食べることにしたの。このつぶつぶのアイス本当好きなんだよね。で、ジョイポリスって知ってる人はわかると思うんだけど、絶叫系っていう乗り物はほぼなくて、あるとしても室内ジェットコースターくらいなのね。プーさん絶叫苦手って言ってたんだけど、その室内ジェットコースターに乗りたいなーと思って、こうももりんごが乗り物ガン見してたら、乗りたい？一回くらい頑張るよって言ってくれて、一緒に乗ってくれたの。いや、優しい。こういうとこ苦手だけど付き合ってくれるところはいいなーって好感度上がった。でも乗る前にさ、あーやばい、緊張してきた、やばい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 って、やばいを連呼してたんだけど、そんなにって思ったわ。ももりんごは子供の頃絶叫苦手だったんだけど、大人になってから乗れるようになったタイプだからさ、なんかその感覚忘れちゃったなーって思ってさ。で、ちょうどね、期間限定で東京リベンジャーズっていう漫画のコラボをジョイポリ全体でしてたのね。だから館内が通り部祭りって感じだった。で、お互い漫画読んでたから、東京リベンジャーズの好きなシーンとか好きなキャラとかの話しながら盛り上がってたね。で、なんやかんや3時間くらい遊んだのかな。気になるアトラクションは全部入って一通り満喫したの。だから夜になってきたし、一旦出よっかってなって、
10分くらい歩いたところになんかイタリアンのお店でピザとか食べれるところを予約したから、そこ行こうってなって歩いたのね。お台場とか東京駅とかもそうだけどさ、綺麗だから外歩くのがなんか楽しいんだよね。わかる？夜でも綺麗だし、海近いからなんか風もいい感じに吹いてて気持ちいいっていうか。で、前回はノンアルコールシラフ状態で米田コーヒー行っただけだったから、今回はお酒入れて話したいなーって、そしたら楽しいかなーって思って飲み放題付きのコースにしたのね。でもさ、出てきたご飯がパスタ、ピザ、デザートとか、なんか思いのほかボリューミーすぎちゃってて、めちゃくちゃお腹いっぱいになったんだよね。胃がパンパンで水風船みたいに破裂するかと思ったわ。パーンって。で、ゆっくり話した話はね、なんかお互いのアプリでの話めっちゃしたんだよね。プーさんのね、デートした人も急に音信不通になる女の人とか、職業会社員って書いてたのに実は夜職だったみたいな、プロフィール詐欺ってる人とかいたって話してて、女性側でもなんか結構いるんだなみたいな、いろんな人がいるんだなって聞いてたの。こっちはさ、女の子側がどんな見た目でどんなプロフィール設定してるかとか一切知らないからさ、へえそうなんだと思って。しかも男性とアプリトークってほぼしたことなかったから、意外と盛り上がるなって思ったわ。でね、何気ない会話の中で、そういえば俺も他にやりとりしてる人が今いないからさっきアプリ退会したんだよねって言ってて、マジ？って思ったよね。だってさ、男性はお金も払ってるし、なるべく複数人とかやり取りして決めていくもんじゃん。まだ会って2回目の桃リンゴだけでいいのかなって思いはあったんだけど、まあ真意はわかんないよ。何をもって退会したか真意はわかんないけど、他の人とやり取りを考えてないから退会したってことでいいんだよね、きっと。まあさすがにその場でなんで退会したのはうざいかなと思って聞けなかったんだよね。まあ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 、それで久しぶりになんかお酒がその日進んでさ、割と飲んだから結構酔ったんだよね。プーさんはお酒強いらしいから全然変わってなくて、なんか若干顔赤いなくらいだったの。酔ってるか聞いても、ちょっとって言ってたし、モモリンゴも顔に出ないタイプなんだけど、急に記憶を失う系の酔い方するのね。だから何話してたかとか、どうやって帰ったとか、基本記憶なくなるんだけど、その日は酔っ払いメーターがあったら10段階中7くらいだったんだよね。完全に記憶は失ってないけど、断片的に覚えてないみたいな感じくらい。それでね、まあコースの終了の時間来たからお店出て帰ろうってなったのね。で、お台場だからちょうど海が近い公園があったの。だから帰りがてら屋形船とか見ながら、楽しそうだねーとか海の方見ながら話してたのよ。風も気持ちよかったし、少し外でぼーっと散歩でもしてみるかみたいな話になってさ。でね、まあ歩きながらふと思ったんだよね。この人ってまだアプリで会ってさ、2回目なんだよなーって。でもそれをあんま感じない、落ち着く、なんだろう、長年の友達みたいな雰囲気の人だなーって思ってて。よくいる無言でも苦にならないタイプの人。で、散歩をしながら話した話は、モモリンゴの元彼の話とかをしてたんだよね。長く付き合って別れた人がいるって話をしてたの。で、プーさんも過去付き合ったら1年以上は続いてたみたいなことを言ってて、同棲して別れたこともあるって言ってたから、
まあ同じ境遇だみたいな話になったので、人と長く付き合えるって素晴らしいことだよねみたいな話になったのね。でも逆にさ、人によっては長年付き合って破局した女って重いって捉えられることもあるじゃん。だからいいか悪いか分かんないんだけどねっていう話をしてた。でまあなんか話してる途中にね、節々でこうプーさんが優しすぎるなーって思っちゃったので、優しすぎるなーって思ってたら、次の瞬間なんか自然と泣けてきて、気づいたら普通に歩きながら、自分でもねよくわかんないんだけど泣いちゃってたのよ。何に対して悲しいとか辛いとかそういう感情なかったんだけど、なんか思い出してきたのと、しんどかった時期を走馬灯のように駆け巡ってきて、なんか涙止まらなくなって鼻すすってたのね。自分でもやば、何に泣いてるんだろうとか、飲みすぎたなーとか思いつつも、なんか悲しくなっちゃうみたいな、いろんな感情が交差しつつ困惑しながら自分でも泣いてたんだけどね。さすがにプーさんもドン引きしてるかなーって思ったんだよね。でチラッと確認したら、ちょっと驚いてる風な表情だったのね。でもなんか励ましてくれてるというか、大丈夫ってこう何かを言うわけでもなくて、ティッシュ渡してくれてて、ごめーんって思ったやばいよね、2回目のデート終わりに突然泣き出す女。今までの人生であんまり人前で泣くってことを少ないタイプだったし、こんなまだ関係が深くない人の前で号泣してるのは、自分でも本当自分にびっくりしたんだよね。まあ多分お酒によって泣き情報が発動したのかもしれないんだけど、なんか初めてすぎて、まあ、改めてお酒は飲みすぎないようにしようと思ったんだけどね。でそのまま帰宅して家に帰って、その日は爆睡したの。朝起きてプーさんから LINE 来ててね、昨日ちゃんと寝れたって連絡くれてて、でまあ寝れたよって返したんだけど、もうなんかさ、号泣したことが一気に恥ずかしく感じてきて、本当にごめんね、全然よくわからない感情で酔っ払って今までにない自分発動して泣いてしまったって、メンヘラじゃないからねって付け足しておいたんだけど、そんなにね向こうは気にしてなさそうだった。それでね、まあ2回目のデートは最後ちょっと醜態を晒した結果になったんだけど、まあ関係的には前進してそうなのかな、割といい感じだったのかなとは思うけど。でね、次なんだけど、実はプーさんの会社のなんか一部のメンバーでバーベキューやるって言ってて、そこに誘われたのね。でモモリンゴもバーベキューやりたいなーって話をしてたから、せっかくなら来てみるって LINE で言われて、なんか会社以外の人も結構そのバーベキューに参加するらしくて、全然気軽に来れると思うよって言われたの。だから人と関わってる時のプーさんも見たいなって、まあ好奇心が発動したからちょっと行こうかなって思ってる。ちょうどね7月中にすぐあるんだよね。だから夏の思い出にもなるかもだし、行ってこようかなって感じです。ということで次回はバーベキュー行った話をあげようかなと思います。はい、じゃあ今回も聞いてくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。じゃあ次回の動画まで、じゃあねー、バイバーイ。